イタの菓子であるブルムブルムは、インドネシアの菓子及び醸造酒。菓子は、ブレムケーク。ライスワインは、ブレムワインとも呼ばれる。なお、ブレムは、ジャワ語で米などの雑穀を発酵させた液体を意味する。菓子のブルムは薄いイタジ内脂円盤状で白色を呈し、アルコールの微香がする。やや酸味があり、口内に含むと速やかに溶けて爽やかな風味が広がる。 ジャワ島の中部から糖分にかけ、市場で山積みにして販売されている。米を十分に糖化させた上で濃縮するため、成分のほとんどは糖質であり、60から70%をブドウ糖などの還元糖が占める。また5から18%程度がデンプンであり、発酵によって生じたわずかな乳酸とアルコールも含まれる。マディウンやウオノギリが有名な産地であり、それに応じて、 ブルムマディウン、ブルムウオノギリとも呼ばれる。前者は淡い気褐色で区形のものが多く、後者は白色で円盤状のものが多い。なお実際の産地は、マディウンから東北に3 0トル離れたカルバンやウオノギリの郊外であり、その他ボヨラリなどでも製造されている。白ウルチマイを原料とし、2から4時間かけて十分に浸水させてから1時間ほど蒸しにする。 室温まで放冷した後、透過のために、粉末状に砕いた麹のラギを散布する。火、または、プラスチック製の桶に米飯を移し、バナナの葉やポリエチレンのシートで包み、毎日ほぐしながら3から5日かけて、固体発酵させる。水は加えないが、1日後には、炭鉱色の透過液がそこに溜まり始める。この際、澱粉は、サクロウミカプシスや、クモノスカビ、 毛カビによって分解され、サッカロミケス属の酵母によって、アルコール発酵が進行する。糖化が完了すると、甘酸っぱい栗のような香りを有するもろみが得られる。もろみを圧搾し、淡い灰茶色の糖液が得られたら、大鍋に移して煮て濃縮させる。適度な濃度になったら深い容器に移して攪拌して、空気を取り込み、白くなったら熱いうちに、片板の上に流し込む。 この際、ンには、バナナの葉やポリエチレンのシートを敷いておき、飴状の陶液をヘラで練りながら伸ばす。二日間乾燥させるとブルムが完成し、切って成形して包装する。円盤状にする場合は、硬板に伸ばす際に円形に整える。バリ島の醸造種のブルムライスワインのブルムは、バリ島のものが有名であり、ブルムバリとも呼ばれる。バリ島では、観光客向けに、 サヌールの工場で生産され、グラライ国際空港や土産物屋などで販売されている。また、農村部で流通しているブルムの大半は、ロンボク島で生産されているが、島内のカランガス無県などでも醸造が行われている。2010年の調査によれば、農村では、ドゥアックなどと共に販売され、価格は5 0 0トル入りで13000、ルピアであった。ブルムは、 バリヒンドゥーの儀式にも用いられ、アラックなどと共に地面に注がれる。また、ピトラやドニアにおいてはソレイに捧げられる。赤米を原料としたブルムは、アントシアニン系の色素によって赤色を呈し、ブラフマーを象徴するとされる。また、白米を用いたブルムは黄色を呈する。ヒンドゥー教のマジャパヒト王国時代は、ジャワ島でも盛んに飲まれていたが、イスラム教が優勢な近年では、 酒のブルムは飲まれなくなった。ブルムの醸造は、個体平行発酵によるものであり、中国酒の注ぎ飯酒などの製法と類似している。トーマス・ラッフルズが1817年に書いたジャワ紙によれば、当時は以下のような製法が取られていた。もち米を大量に煮て、もち麹の裏木を混合し、発酵が始まるまで蓋の開いた桶に入れておく。続いて、 土器の壺に入れて密封し、土の中に数ヶ月間埋めてから、煮沸して濃縮する。数年間貯蔵したものは、特に沈重される。ありがとうございます。